皆様こんにちは。今回は今月の使い切りアイテムを紹介していきたいと思います。最初につけてるパラコンは久しぶりにつけたんですけど、メッシュブルーミンのスモーキーマロンをつけております。でリップはラビオートかなのワインリップスティックのベージュ BE03 番をつけております。では早速紹介していきたいと思います。はい、でまず1個目はこちら、結構何回も出てるんですけど、ハトムギ化粧水の使い切りを2個使い切りました。すごい早くないって思うかもしれないんですけど、こういうのに詰め替えてる分もあるので、実際はまだ残ってるんですけど、こっちの袋自体にはないので使い切りに入れました。これは何回か紹介してるんですけど、私は化粧水もこれだし、あと体にもこれをつけてます。なので大きいあのポンプっていうかスプレータイプに詰め替えて、お風呂上がり全身にっていう感じで使ってます。でまあこれが気に入って、彼もあの一緒に使ってるので、すっごい減りが早いです。でこれは、Amazon で買った容器に詰め替えてるんですけど、こんな感じでメイク後とかにも使うし、沖縄行った時も国内線なので、これを持ち込んで乾燥したなと思ったらシュシュシュッとやってました。なので結構使ってます。一日中使ってる感じですね。はい、これは楽天で買いました。まあ安いんですけど、ちょっと次はナチュリエのやつにやっぱ戻そうかなと思います。私的にはナチュリエの方が少し保湿力が高いかなっていう感じ。こう何回か入れてる時に、これだとすごい入れてやっと保湿されたっていう感じなんですけど、ナチュリエの方が回数が少なくても保湿されるので、そう、ちょっとナチュリエに戻してみようかなと思います。はい、でもこれもすごく好きです。で、あとはこれ、メラノ CC の美容液です。ハトムギを入れるときにこれも一緒に入れてっていう感じで、なのでビタミン C も一緒に取れるみたいな感じでやってます。やっぱり紫外線が強くなってきて、これの出番も結構多いので、減りも早いです。これは2本目か3本目ですね。なんか、まあ、これじゃない美容液をここに入れてみようと思って、アイハーブで買ったビタミン C のオレンジ色のやつを入れたら、なんか容器がすっごい汚くなっちゃって、容器がオレンジ色になって取れなくなっちゃったので、やっぱりそういう一緒に入れる系はこれにしました。まああんまり混ぜない方がいいって聞くんですけど、でも私はこれで結構肌の調子がいいので、この組み合わせで使ってます。で2本目使い切りました。2本目じゃない、3本目ぐらいかな、使い切りました。で、あとは、これ、バイオイル。まあ、これも実際は詰め替えてあと少しだけあるんですけど、ほぼほぼ使い切りました。これを私動画で言った時に、結構コメントで、どのタイミングで使えますかっていうコメントをいただいたんですけど、私は一番最初に使ってます。なので、洗顔して、とりあえずこう、乾かないように、スプレータイプのものをまあやるんですけど、その後にやります。なのでベースっていうかスキンケアでは一番最初になります。やっぱこれを使ってすっごい肌の調子がいいっていうか、ニキビとかができててもこれを使うと割とこう小さくなってくれるし、赤みのあるものは赤みが減るので、そう、すごく好きです。でこれを使い始めてから結構肌にツヤがこう足されるようになって、そう、調子もいいのでこれも気に入ってます。私はアイハーブで買いました。今売ってるのかな、結構前はアイハーブにあったのに今はないっていうものが結構あるので、ちょっと今はあるかわからないんですけど、アイハーブであったらまたアイハーブで買おうと思います。これもすごく好きです。であとはまあ結構毎月出てるパフスポンジ専用洗剤、私は主にスポンジを洗うやつに使ってます。ブラシの汚れもめちゃくちゃ落ちるんですけど、ブラシはエルフの洗顔で落としてるので、そう、これはブラシじゃなくってスポンジを洗うように使ってます。あとはこれ
ラサーナのプレミオールヘアエッセンスヘアトリートメント、洗い流さないやつです。これはブルームボックスに入ってたもので、確かブルームボックスで2個目で、前も入っててそれも気に入って使ってたんですけど、これをたっぷり本当にもう3プッシュぐらいして髪になじませて乾かすとめちゃくちゃサラサラになります。結構こうオイル系だといっぱいつけるとベタ、乾かしてもベタベタしてるみたいなのがあるんですけど、これはエッセンスなのでしっかりサラサラになってツヤが出ます。髪の調子が結構良くなるので、小さいので旅行にもよく持って行ってました。はい、これもお気に入りです、プレミオールです。あとはこれ、パシオのマスカラリムーバーです。これは古いタイプで先っぽが尖ってるやつで、これも買った当初ほどしっかり マスカラを落としてくれなくなったっていうか、液がやっぱり少なくなってきてまつげにつかなくなったので使い切りにしました。そう、やっぱマスカラリムーバーは私は必需品なので、これも大好きだし、あとヒロインメイクのも大好きなので、今はヒロインメイクの使ってるんですけど、でも今はそのこの先がとんがってないものがリニューアルされて出てるみたいなので、ちょっとそれも試してみたいなと思うので、ヒロインメイク使い終わったらまあ試してみようかなと思います。はい、でこっからはコスメなんですけれども、まずこれ大好きなフィジシャンズフォーミュラのバターブロンザーのブロンザーっていうカラーです。もうないです。まあ最近動画に出てこなかったと思うんですけど、それは底見をして使ってたら一気にこうやっぱ底見あるあるだと思うんですけど、割れちゃって細かくなっちゃったんですよ。でそれでも使ってたんですけど、ブラシの中にこの粒が入り込んでここだけピーって濃いのがついちゃったりしててめちゃくちゃ使いづらかったので、ある程度大きいパーツがなくなったので、その細々したのはちょっと捨てました。まあプレスすればいい、元に戻るんですけど、前にプレスして使ってたらまた同じように細かいのが入り込んじゃったので、そう、ある程度使い切ったので使い切りにしました。今はセザンヌのミックスカラーチークが本当にあと濃い2色がちょっとだけ残ってるので、それを使い切ったらフィジシャンズフォーミュラの新しいのを出そうと思います。でこれアイハーブだとライトブロンザーかブロンザーっていうカラーしかなかったんですけど、最近アイハーブでハイライト、私がハワイで買ったバターブロンザーの形のハイライトと、あと濃い色も出てました。なので注文しちゃいましたそう、視聴者の方も何人か教えてくださって、そう、私も毎日結構見てるので新しいの出てると思って、でハイライトも私が買ったカラーの他にあと3色ぐらい出てました。なので買っちゃいました。結構ねこう動画だと自然光がもうダイレクトに当たるようにしてて、肌の色も割と明るく映ってると思うんですけど、結構私日焼けしていて、どうかな、そう、顔はまあ全然もう日焼け対策バッチリやってるので焼いてないんですけど、首とかも結構本当は日焼けをしていて、そう、なのでこれともう2色濃い色があるのでそっちも注文してみました。ブロンザーよりもライトブロンザーっていうカラーの方が調節しやすいので、そう、そっちがおすすめです。はい、また新しく届いたら使ってみたらまた紹介していきたいと思います。はい、であとはこれメイベリンのボリュームエクスプレスハイパーカールウォータープルーフのブラックを使い切りました。これ買ったのがもう結構前で、そんな毎日使ってたわけじゃないので結構時間は経ったんですけど、これもカールキープしてくれる方です。なので気に入ってるし、ウォータープルーフなので海とか行く時にもこれは持って行ってました。はい、結構集中して使うようになってからはすっごい減りが早いっていうか、今日も使ってたんですけど、今まではこれぐらいの仕上がりは1回でこう塗っただけで仕上がってたんですけど、今これもう7回ぐらい塗ってやっとこんな感じの仕上がりで、そう、液が全然やっぱブラシにつかなくなってきたので使い切りにします。そう、今日で使い切りにします。
で、これを視聴者の方がもう一本送ってくださってストックがあります。これもメイベリンの中では私は上位に入るぐらい好きですね。そう、ボリュームが出てくれるし、しっかりウォータープルーフなので、海に入ってこう顔上げたらまつげだけ残ってるみたいなのが何回かあったので、夏のビーチメイクとかにもおすすめなマスカラです。はい、こんな感じが今月の使い切りアイテムでした。まあスキンケアが毎月の通り多いんですけど、しっかりコスメとかもまあ使い切れているので、今月もすっきりした月でした。はい、皆様の使い切ったコスメとかスキンケアがあればぜひコメント欄で教えてください。あと私はよく毎回言ってるんですけど、インスタグラムでもツイッターでも底見えコスメとか使い切りアイテムとかをタグで検索してみて一緒に達成感を得てるので、そういうのがもしあれば写真でも投稿していただけたら嬉しいです。はい、こんな感じでした。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。皆様こんにちは。今回はすんごいラベット